はい、YouTube を見ていましたら、自分が知りたかった情報がドンピシャでこう目に入ってきまして、で、まあ、これサーフィンのお話なんですけど、その方がですね、もう20年近くサーフィンをされているにもかかわらず、なんていうんですかね、技術、テクニックの名前ですとかやり方、方法っていうのを知らなかった、誰も教えてくれなかったっていうことを言ってました。で、これですね、正直自分もですね、教えてもらったことはないですし、そういった話は周りで聞いたことがなかったんですけれども、この YouTube を見るようになってから、まあ、2年3年くらい、サーフィンの動画をずっと見てですね、ずっとやっぱり気になってたんですよね、そのところが、その20年近くされているサーフィンをされている方と同様に、私もずっとそれが気になっていて、まあ、その方はそうだな、知らなかったと言ってましたので、まあ、私は、まあ、別にマウント取るわけじゃないんですけど、まあ、その動画のおかげで、 YouTube の他の動画のおかげでですね、まあ、別にそれに触れられてるとことではないんですけれども、いろんなのプロサーファーの方ですとか、トップアマの方ですとか、まあ、そうでなくても上手な方の動画を見ていて、この技術はなんて言うんだろうっていうのを、ずっと気にしていたんですよね。で、正直もしかしたらその技術っていうよりかは、波質であったり、波のそのパワーだったりタイミングだったり、それに合わせて必然的になるものだとちょっと思ってたんですよね。でも、そのプロの方のライディング見てるとですね、テイクオフのシーンを見ていると、どうやらその、まあ、確かにその波に合わせているっていうのもあるんですけども、どう考えても意図的に狙ってやってるっていうのをなんか感じたんですよね。例えばそのテイクオフを自分で、まあ、素人目線ですから何とも言えないんですけど、今テイクオフしていいだろうっていう時でもなかなかテイクオフしなかったりですね、まあ、その逆もあるんですけど、もう私が気になっていたのは、なんでテイクオフこんなに遅いんだろう、待ってるんだろうっていうことだったんですよね。で、まあ、それが、まあ、その答えといいますかが、まあ、知れたということで、まあ、何を言いたいかって言ったら、いい時代だなっていうことですね。もうこれにつきますね。もう本当に、まあ、昔、例えば YouTube が、まあ、使える前であれば、雑誌だったり DVD だったり、まあ、そういったところから学ぶ機会っていうのもあったかもしれないんですけども、もう格段に間違いなく今のこの YouTube を使える時代の方が、本当に無駄なく、ロスなくですね、学べるんじゃないかなっていうふうに思います。それを活かせるか活かせないかっていうのは、まあ、本人の問題というか、よるところが大きいですし、活かせるか活かせないかっていうところはまたちょっと別の話になってくるんですけど、まあ、そのせっかくいいネタというか、そういった教えてくれる動画がですね、もうほとんど無料で、見れるわけで、まあ、本当にいい時代だなというふうに思います。で、ただですね、まあ、これ遊びに関してなので、まあ、ご商売されてる方もいらっしゃいますけどもね、このサーフィンに関しては。なので、まあ、私レベルであれば本当に遊びで何のこう利益も生み出していないものからすると、本当に大満足なんですけど、まあ、ただですね、本当トップアマの方ですとか、本当にプロ目指しているような方であればですね、もしかしたらお金を払ってでないと得られない情報っていうのは本当にあると思います。山のようにもしかしたらあるかもしれませんよね、私たちが知らないだけで。
まあでもどうなんでしょうね、お金を払わなくても遊びの範囲の中であればもう十分に、それを、まあ、フィードバックしてこう楽しめるいい時代なんじゃないかなというふうには思いますね。まあでもどうでしょうね、確かにお金を払ったら払っただけのそのレベルアップっていうのは間違いなくできますので、決してその YouTube だけに満足するっていうのも、まあある、まあ、ところを境にですねちょっと考えなければいけないっていう場面も出てくると思うんですけども、まあ、私はしばらくサーフィンに関しては、まあ無料の動画というか、コンテンツでいいのかなというふうには思います。逆に言うとそのもしもそれで満足できなくなった時は自分がレベルアップしたっていうそのまあ一つのこう、指標というか、目安というかになるのかなというふうには思いますけれども、ということで YouTube を見ていて、ちょっと思ったことありましたので、記録してみました。ということで以上。